はい、皆さんこんにちは、小口です。今日はですね、高知の数珠つなぎ、第2弾ということでですね、こちらあのラスティ、寝屋川テニス&ゴルフスクールというところに来ております。あの前回ですね、ノアインドアステージ天ヶ茶屋校の坪口コーチからの紹介でこちらの方に来させていただいております。こちらですね、ラスティ寝屋川テニス&ゴルフスクールですけれども、あの私は初めて、来たんですけれども、非常にですね新しいあの施設でですね、今ここ私がいてるのもあのミニテニスコートなんですけれども、こうやってですねあのちっちゃいテニスコートもある本当に大きな施設なので、これからですね紹介するのが本当にワクワクしております。皆さんもですねぜひね楽しんで見てほしいと思います。でですね、あとはですね紹介するコーチなんですけども、これもですね初めて、会うコーチなので、それも、ね、私もちょっと緊張してるんですけども、あの相手のですねテニスコーチも緊張してるということなので、そのやり取りも楽しんで見ていただければなというふうに思います。今回ですねサポートで4月からワールドテニス TV を担当する辻健にも、来てもらってます。辻健、はい、こんにちは。今回ですね、撮影をですねサポートしてもらいます辻健です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こういう形ですね、今回、ラスティ、寝屋川テニス&ゴルフスクールを紹介したと思います。では、楽しんでみてください。どうぞどうぞ。そうしますか。検索、ぜひ検索してください。はい、今からですねあのノアインドアステージ天ヶ茶屋校の坪口コーチから、紹介いただきました、ラスティ寝屋川テニス&ゴルフスクールの、田中コーチに、いろいろとですね聞きたいと思います。今ですねあのすごい緊張されているので私もちょっとドキドキしてますけども、はい、ではあの呼びします。あの田中コーチ、お願いします。こんにちは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 。はい。めちゃくちゃ緊張してるじゃないですか。もうバクバクで。はい。すみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まずですね。はい。自己紹介から。はい。はい、よろしくお願いします。はい。株式会社クリスタルプランニングラスティ寝屋川テニス&ゴルフスクールの支配人をしております田中と申します。よろしくお願いします。お願いします。ね、今もう噛みそうよ。結構練習してきました。いやいや、もう僕もねあのこのラスティ寝屋が結構噛みそうになるので、はいはいはい、素が多いっていう、ね、作業がちょっと弱いですよね。そう、僕も作業弱い。あのまずですね、はい、田中コーチのあのコーチになったきっかけ、はい、教えてください。私のコーチになったきっかけは、まあ、あの本当に特にスポーツが得意なわけでもなく、ただその中で、中学校の時にテニスに出会い、まあ、そこから、まあ、今でも親友と呼べる仲間もできたりですね、本当にこう青春の全てを捧げたテニスを、それをその楽しさであったりその素晴らしさを、まあ、多くの方に知っていただきたいなと思ってですね、この仕事に就かせていただきました。あのテニス以外、はい、では何かスポーツをされておりましたか。いや、もう本当にね、もうテニスも、もうテニス以外はしてないですね。もう学校の体育祭もどちらかというと隅っこにいるようなタイプで、もうでテニスをするようになってから本当いろんなスポーツに興味が出て、はい、本当テニスのおかげで運動が好きになりましたね。見えないですね。いえいえ、もう今度は卒業アルバム持ってきますね。怖い。こんなんやったらどうしよう。もう端っこの方では。そうですね。田中コーチのモットーですね、はい、としているものを教えてください。はい、私のレッスンのモットーはとにかくコミュニケーションで、これは自分とお客さんもそうですし、でお客さん同士もこうコミュニケーションができて、またこうレッスン以外でもね、こう仲間になってですね、どっか遊びに行ったりとか、そういうコミュニティの場をこの場所を通じてこう提供できたらなと思ってます。もうあれですね、やっぱりこうテニスであの自分が変わったっていうところもあるでしょうし、はい、そういうところも入っているんでしょうね、はい、そうですね。田中コーチにとって、はい、素晴らしいコーチ像、はい、素晴らしいコーチっていうのはどんなコーチでしょうか。僕にとってはですね、これはこの私が入社したての時にですね、その時の支配人も僕がずっと口にしてた言葉なんですけれども、なんか満足したら終わりだと。はいはいはい、ですね、まあ本当にこう何でしょう、
今日のレッスン良かったなって思ってしまうとその先がないので、常にこう向上心を持って、取り組む、そういうコーチであり続けたいなと思いますし、まあ、今支配にさせていただいてますけれども、ここのスタッフがですね、全員そういう向上心を持って、もっともっとお客さんに喜んでいただくためにはどういうレッスンしたらいいかとか、どういうサービスしたらいいかとか、そういうのはこう話し合えるような、そういうスタッフでありたいな、ありつつスタッフの中で、仕事していきたいなと思ってます。坪口コーチからですね、聞いてたんですけど、やっぱり暑いですね非常に暑いですね。坪口コーチの方がね、僕の100倍ぐらい暑いですね。いや素晴らしいですね、ありがとうございます。ではラスティ寝屋川テニス&ゴルフスクールの魅力、はい、教えていただきたいんですけども、はい、まず施設ですね、はい、ちょっと話をしていただいて、で魅力の方に入っていただければ嬉しいです、はい、お願いします。はい、ラスティ寝屋川の魅力を、説明させてもらいます。で、本当にこの画面ではわからないのが非常に残念で、そうですね、これね、まずインドアと聞くと結構暗かったり狭かったりというイメージがあると思うんですけれども、まずは後ろが6メーター弱ありますし、高さもですね、一番高いところ 9.5 メーターですね。そんなこう壁とか天井を気にせずのびのびプレーしていただけると。で、それともちろん冷暖房完備、2月19日にオープンしたんですけれども、もうそこから今までですね、もうスタッフは半袖半パンでずっとレッスンしてます。今もそうですもんね。そうなんですよ僕はもう長袖着てきたんですよ全然あったかいっていうとにかくもう快適な施設になってます。はい、はい、もう施設面ではもう抜群に皆さんプレーしやすい環境になっておりますので、ぜひ一度お越しいただけたらと思います。そうですね、1階ですかね、1階のテニスコート、はい、今日レッスンされたコートも 7.5m、1階が 7.5 メートルのフラットの天井 で、この今ここでお話しさせていただいているこの3階が、一番高いところで 9.5 メートルですね。これ3階ですからねこれ3階ですもんね。3階です。すごい、はい、あとミニコートもね。そうですミニコートっていうのは普段はどういうレッスンをされてるんですか。初めての方は基本的にそのこう運動がちょっと苦手っていう方もおられますので、そんなにこうハードワークにならないように、本当初めての方にあそこでこうショートラリーをしたりですね、はいはい、本当あのスペースで無理のないようなレッスンメニューをもらっております。キッズもそこでやったり。そうです、ゆくゆくはキッズも、はい、そちらの方で。そういうことですね、はい、あとはなんかゴルフスクールも兼ねてると、はい、ものすごいですね、バーチャルゴルフですか、はい、あれでラウンドできるんですか。そうです、そうです、ラウンドできますね。いやあれだけでちょっとね、ラウンドした気分になりますね。はい、ではですね、はい、こちらのですね、ラスティ寝屋川テニス&ゴルフスクールのコーチ陣の、魅力ですね、はい、はい、お願いします。はい、ラスティというのがですね、元気、活発なという意味がありまして、ですね、スタッフもそれをとにかく一番気をつけてまして、例えば仕事で嫌なことがあって来たお客様、そのお客さんが最後は笑顔でこのクラブを出ていかれると、嫌なことも忘れて、元気もらったなというふうに出ていってもらえるような、そんな元気なスタッフが、揃っております。ありがとうございます。本当に明るいですもんね。明るいです、はい、田中コーチ見てて僕も元気になりましたからね。すごいなって思いました。ありがとうございます僕は疲れましたけどね多分疲れさせた場合もありますけどはい、ね、いろいろと聞いてですね、田中コーチのね魅力が伝わったかなと、ね、そしてこのラスティのね魅力も伝わったかなと思います。はい、本当に今日ね急にお願いして本当にありがとうございました。はい、ではラスティ寝屋川テニス&ゴルフスクールの、田中コーチでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ラスティ寝屋川テニス&ゴルフスクールでした。今回ですね、初めてお会いしたんです、ね、初めてお会いしたのにあれだけ距離が近くてですね、本当に親身になって話をしてくれると、もうそれぐらいですねコミュニケーション能力抜群のコーチでした。途中でですね生徒さんから、田中コーチって、どんな方ですかっていうことをちょっとですね聞いたんですけども、本当にこのままですという感じでですね、裏表がない、本当に明るくてもう嫌味がない明るさですっていうことですね。もうそれぐらい田中コーチですね、本当に笑顔も素晴らしいね、そして、裏表のない、ね、もう本当にあのままの、コーチだというふうに私も思います。
もう最初からですね話しやすかったですね。なかなかですね最初からですねこういう形で距離が近い方ってなかなかいないんですけども、本当に今回撮影もしやすかったですし、本当にトントン拍子でですね撮影も進んでいきましたね。そしてですねラスティーネアが本当ね2月の19日オープンということで、本当に新しいテニススクールで施設も素晴らしかったです。もう全てがですね綺麗ですので、ぜひですね見学だけでもね、それプラス体験もっていう形でですね聞いていただければなっていうふうに思いますので、ぜひですね、皆さんよろしくお願いします。今回ですね田中コーチ、でしたけども、次回またですね田中コーチに紹介していただいたコーチをですね、今度は私の、コムッチテニス TV、というですね YouTube チャンネルをですね4月から開設しますので、そこでですね呪術投げをどん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 、やっていきたいと思います。そしてこの、ワールドテニス TV のですね呪術投げと、どこでぶつかるかっていうのもね楽しみにしておいてください。はい、そういったところで今回はですね終わりたいと思います。続けはい、今日はですね本当に ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで続けもですね、気になっていると思いますけども、本当ね可愛がってあげてください。では、今回終わります。バイバイ。